明日午後6時、大阪におきまして、東京、愛知、大阪の3知事による会談を行います。明日午後6時、大阪におきまして、東京、愛知、大阪の3知事による会談を行います。東海道メガロポリスの連携ということを図るという意味で、まあ、私が名付けまして、三都物語ということで、東海道のこの3地域が連携をし、地方分権、真の地方分権、それからしがらみのない改革、それから成長戦略、この東海道での成長戦略というのは、すなわち日本経済の大きな大動脈になるという観点から連携を進めていく。これらの政策的な話と同時にですね、これそれぞれの地域、これからまあ総選挙に臨むわけでありますから、まあ、そういった話もすることになろうかなと思っております。排除されないということはございませんで、排除いたします。絞らせていただくということであります。それはやはり安全保障、そしてまた憲法観といった根幹の部分でやはり一致していくことが、政党としての政党を構成する構成員としてのですね、必要最低限のことではないかと思っておりますので、お一人お一人これまでのお考えであったり、そういったことも踏まえながら判断をしたいと思います。最終決定は代表が行うということでよろしいでしょうか。はい、その通りです。重なる改革の考え方、重なるところがございます。手法は若干違うかもしれません。テーマも若干違うかもしれません。そういった意味では、同じ改革の志ということは大切にしていきたいと、このように考えます。それぞれ選挙区、どういう状況なのかも含めて、確認をして答えを出していきたいと思っております。